ってぐらいの柄の方がより高見えするの。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はねかなり派手な柄のものを並べてみました。まあ、ちょっと今日はね柄の話をしたいんだけれど、柄のテイスト、そして、高見えする柄の選び方というか目利きの仕方というところをちょっとお話ししたいと思います。まずね、こちらテイストで言うと何だと思います？まあ、テイストっていうと分かりづらいかもしれないんだけれども、カジュアル、エレガント、マニッシュ、ロマンティックみたいな、そんなようなね、素材感だったりとか柄だったりとか色だったりによってそのテイストに分けていくっていうことを私たちやるんですね。でその中でこのタイプっていうのは、ヒョウ柄ってねやっぱりあのセクシーな印象ってあると思うんですよ、そのアニマル柄ってね。いやもちろんあの形にもよるんだけれども、私がこの中で、テイストを分けるとしたらこれはセクシーになってくるのかな。で同じヒョウ柄だけれども、これはセクシーというよりもゴージャス系になってくるわけ、全身になってくるからね。でなってくるとこれも割 と、ダイアン・フォン・フォスティンバーグのワンピースなんですけれども、ちょっとねサイズが大きいものなんですが、これもねゴージャスとか大胆な感じで、こちらはビリーのワンピースなんだけれども、はい、こちらは割と可愛らしいタイプになってくるじゃない。それからこれがねキュートというかロマンティック系ではあると思うのね。ちょっと色味がちょっと濃い系なんだけれども、まあ、他にもいろいろあるんだけど、ちょっとね今うちのオフィスの中にあるお洋服をちょっと引っ張り出して柄について説明したいと思います。でこれはレッドバレンティノのスカートで、こちらは H&M で昔購入した1999円だった、失礼しました、1999円のものなので、確かにね高くは見えないけれども、よく見てみて柄の感じってそんなに違わないでしょ。高見えする柄っていうものの選び方っていうのが結構重要になってくるわけ。前もちょっとね柄の話したけれども、で素材がねいくら良くてもプリントが綺麗じゃないとね、なかなか高見えしないのね。例えばこれ素材はシルクでね、ツヤっとした素材なんだけれども、形もシンプルだし着やすいかなと思うんだけれど、実はねこのプリント自体があんまりちょっと滲んでたりとかして、 あえてかもしれないんだけれども、あまり綺麗でない関係で高見えしないものになっちゃってるのね。でこちらは同じくシルクでツヤのないものなんだけど、これぐらいねはっきりとしたチェーってぐらいの柄の方がより高見えするの。ちょっとぼやっとしてるような柄より、こちらなんかも黒の中にねちょっと桜のようなふんわりしてる中ではっきりとした柄っていうのは高見えするのね。コットンビスコースのタフタの素材なんだけど、またこのしっかりとした素材の上にまるでね描いたようにプリントされているものがすごく高級感をやっぱり出しているのね。素材とその柄が合っているのかどうか、柄がとても綺麗なのかっていうところもすごく重要になってくるわけで、これとこれはね確かに形雰囲気は似てるんだけれども、色味がちょっとこちらの方が黄色っぽくて、こちらの方がちょっと青みっていうか比べればね少し白っぽいじゃない。でそうなった時にやっぱりこのもともと持ってる素材の質感とか厚みっていうのがよりこちらよりもはるかに高級感を感じさせるっていう風になってくるの。だからね、ただ好きな柄なのか好きな素材なのかだけではなくて、そのねもともと持っている、テイストが自分に合うのかどうか、それからこの柄が高見えするには素材と柄が合ってるのかどうかっていうこと、あとしっかりとした柄なのか、ふわっとして描かれてるんだけども綺麗に描かれてるものなのか、そういうところもチェックしていただけるとすごくいいと思います。はい、なかなかねこれ難しいんだけれども、やっぱり素材感と柄っていうものがうまくマッチしてるかどうかっていうのが高見えのコツです。はい、いかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとめっちゃ嬉しいです。これからもいろんなコーディネート、それからちょっとしたファッションの勉強もお伝えしていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。